ボルケンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のシュバルムエーダー、軍に属す人口約1万3千人の小都市である。この町は20世紀には、ヘッセンにおける、葛炭採掘及び消費の中心地であった。他の葛炭鉱山とは異なり、鉱内掘りも行っていた。この葛炭鉱山は、1988年6月1日に、起こったシュトルゼンマフ派の炭鉱事故を原因として、 計算された。ボルケンの活体鉱山の移行は、再開発されてボル、ケン水地方として、観光に利用されている。再整備された最大の露天掘り跡とは観光利用が制限され、ボルケン湖水自然保護地域に指定された。観光資源の一つが、ヘッセン活断採掘博物館で、ここにはこの町の炭鉱の歴史が展示されている。2003年以降、 石炭とエネルギーに関する屋外展示スペースがオープンした。この博物館はボル、ケンコ水地方の自然保護情報センターとなってもいる。ボルケンはカッセルとマールブルクとの間に位置する。最寄りの大きな町としては北のフリッツラー、東のホムベルクがある。ボルケンの南東にはクニュル山地、西にはケラーバルトが位置している。地域は ランツブルガー定地とヘッセン川の一部である。地域を西から東にシュバルム川が流れ、その支流にあたる多くの小川がボル、ケナーボン地を流れている。西ヘッセン定地の一部であるボル、ケナーボン地は第三期の堆積土壌からなっている。市の北東部には、歴、砂、粘土の土壌がある。市内の堆積土壌には豊富なカッタン鉱脈がある。活湛は、露天掘りでも、 校内掘りでも採掘される。土地利用図地域の総面積は82.3平方キロメートルである。このうち4805ヘクタールが農業、1725ヘクタールが林業に利用されている。305ヘクタールが水域、44ヘクタールがレクリエーション用地である。この百三十五ヘクタールが交通用地、六十四ヘクタールが 建築用地とそのための空き地、147ヘクタールが産業用地、105ヘクタールが特に用途のない土地である。ボルケンは、北はフリッツラー、北東はバーベルン、東はホムベルク、南はフリーレンドルフ、南西はノイエンタール、西はバーとツベステンと境を接している。ボルケン市には以下の15の市区がある。 これらの市区は合併まで独立した市町村であった。15市町村のうち13町村が名誉職の市町による行政であった。より広域のために専門的でより良い行政を可能にし、均一な運用を実現するために、ヘッセンの行政、地域改革がなされた。最初は自由意志による市町村合併であった。この合併は、州から資金面での 特典によって奨励された。ディリヒヒ、フロイデンタール、ハールハウゼン、ゴムベート、デンドルフ、プファフェンハウゼン、ジングリス、シュトルテンバッハがこの特典を利用して、1971年12月31日にボル、ケンシと合併した。ケルステンハウゼンとクライネングリスは合併して、新生、クライネングリスとなった。 ヘッセン内務省は1972年11月20日の最終的なモデルプランで離れているマチソンモボル、剣士に編入することを定めた。アルンスバッハ、グローセネングリス、ケルステンハウゼンを含むクライネングリス、ナッセナーフルト、ドロッケナーフルトとの合併が1974年1月1日に実施された。ボルケナー湖畔から見たボルケンのパノラマ出土品からボルケンには 青銅期時代初期に定住地があったことが分かっている。その後も定住がなされていたことが出土品から知られている。民族移動はボルケンの住民にはわずかな影響しか及ぼさなかったようだ。この時代から8世紀まで何らの文献資料も残されていない。ボルケンはカール大帝からハースフェルト修道院長への775年1月5日付の寄進場に 初めて記録されている。ボルケンはフランク王国のガウの白パゴエソラムに属していた。城塞は裁判権所有者のフォン・フルクン・ケと共に1108年に初めて記録された。この城塞はブルーメンハインの麓にあった。1266年にハイナ修道院への財産売却に関連してカストラムと記載されている。 ボルケンは二百五十三年に B 社ボーカムと記録されている。ハイナ修道院の二百五十三年八月二十六日の文書ではボルケンの裁判の日付を記している。ボルケン家の断絶後、二百八十五年に白と裁判権は遺産としてレーベンシュタイン家のものとなった。ベルナーフォン・レーベンシュタイン・ベスターブルクは白とこれに付随する権利を1297年に ヘッセン砲白ハ,ハインリヒ一世に霊園として委託した。5年後の1302年にはすでに砲白は城の残り半分をレーベンシュタインシュバインスベルク家から獲得した。1303年8月27日の文書や1314年1月18日の文書にはボルケンアピダムあるいはキビタスとして記録されている。この事実はこの集落が 防衛施設を有する定住地として、周辺の村から抜きんでた地位にあったことを示している。1317年11月9日、ヘッセンホーハクオッ夫ー一世とツイーゲンハインハクヨハン一世はボル、検視創設に関する契約を上院した。この上院により、ヘッセンホーハクオッ夫ーは、ボル県の半分を、ツイーゲンハインハクヨハンに譲渡した。レーベンシュタイン家は1333年に、 ツイゲンハイン家の領する、この半分を獲得したが、早くも1358年には再びツイゲンハイン、白に戻された。法白の所領と裁判権を管理運営するために1372年にアムトボル権が設けられた。これには、ヘルホルツハウゼンとヘッケンハウゼンがボル、権氏の構成要素として含まれた。1450年のツイゲンハイン白家の断絶により、 ボルケン城の所領は、ヘッセン砲白領となった。砲白ルートビヒ一世の息子たちは、砲白領を分割し、ボルケンは1467年に、オーバーヘッセンを領するハインリヒ三世に譲渡された。ハインリヒ三世とその兄ルートビヒ二世は、この所領分割をめぐって、紛争を起こした。これが、ヘッセン兄弟戦争を引き起こした。1468年にボル、 剣士の防衛施設が増強されたにもかかわらず、ボルケンの町も城も1469年の戦闘によって破壊された。増強された防衛施設は、この年の1月7日のルートビヒに戦軍による町の占領を防ぐことができなかった。しかしルートビヒはこの町を保持することができなかった。わずか数時間後に、ハインリヒ3世はボルケンを奪回した。1月12日、 ルート美ヒ軍は再びボルケンに姿を現した。今度は町を落とすのに6日間かかった。この戦争によってボルケンの町と城は怪人に返した。ボルケン市民は町をすぐに再建したが、ボルケン城が再び増援されることはなかった。1473年、砲白の所領の区裁判所と行政機関がボルケンに現存する最後の建物に入った。 1570年までにこの期間が管轄する村落の数は34にまで増加した。北はカルプスブルク、東はジングリス、南はシュリーアバッハ、西はイエスベルク近郊のブリヒエンハインまでが含まれた。さらに18世紀半ばまでにこの数は38にまで増加した。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1646年頃の ボルケン30年戦争では、ボルケンも巻き添えにされた。1631年に、ティリー博軍、1635年には、クロアチア軍が二度に渡って、1636年には、ポーランド軍がボルケンを略奪した。1750年に、市の行政機関は丸くと広場沿いの市庁舎に移された。ボルケン市の公文書は、1791年と1792年の、 火災によって、その大部分が失われた。残った資料は1982年に、市区を形成しているかつての町村の資料とともに、ヘッセン州立マールブルク文書館に移管された。短命に終わったベストファーレン王国時代には、ボルケンは、関東の行政庁とハースフェルト地区の治安裁判所の所在地であった。この関東は16の村落で構成されており、 合わせて581個に4750人が住んでいた。ベストファーレン王国の終焉後、ヘッセン選定公国が再興された。これに伴いボルケンは再び、ヘッセン選定公国のアムト所在地となった。1821年に、アムト・ボルケンは、アムト・ホムベルク及びアムトラ・ボルツハウゼンと合併し、ホムベルク軍が設けられた。アムト・ボルケンはボル、 県司法管区として存続した。この司法管区はボル、県市と16の村落及び2つの独立農場を管轄した。1842年には4367アッカーの土地がボル県に属した。この年の人口は177個1378人であった。この頃、5回の都市の位置が開催された。広島戦争後のプロ遺線による、 ヘッセン選定広告併合後に行われた行政改革の際も、軍や司法管区の変更はなされなかった。これにより、ヘッセンラスサウ州のホムベルク軍が発足した。1932年に行われたプロイセンの小規模な行政改革により、ホムベルク軍はフリッツラー軍と合併され、フリッツラー・ホムベルク軍が形成された。 1974年のヘッセン州の軍裁編に伴ってフリッツラー・ホームベルク軍、メルズンゲン軍、ツイゲンハイン軍はシュバルムエーダー軍に統合された。1920年に行政機関はプフェルデトレン一番の建物に移転した。さらに1938年からはプロ一社エレクトリジタッツが購入したかつてのグーツハウスコッホに移された。1958年、 判事や警備官の宿舎を有する新しい区、裁判所庁舎が建設された。小裁判区の廃止により、この裁判所は1968年に閉鎖され、フリッツラーの区裁判所に統合された。これにより、ボルケンで500年以上の間保持されていた下級裁判権は、地域裁判所を残すだけとなった。ボルケンの 人口グラフボルケンの人口に関する確実な資料は1540年以降のものが存在する。本校のデータは主に、ヘッセン歴史情報システムによった。これ以外の原点については、その都度書き記す。1724年については、公式な数値と実際の数とが異なっていることが、明らかに指摘されている。18世紀の中頃までの人口は個数、または、 成人男性の数であり、個人の数ではない。また、下男や女中も数に含まれていない。1570年から1777年までぼる、県の人口はほぼ一定で約4個であった。この間には、人口増加を妨げる出来事が3つあった。30年戦争と1625年から1626年。 および1635年から1636年のペストの流行であった。ペストの影響は未亡人が40人という高い記録に現れている。1777年の699人という数は全人口を含む初めての記録である。1834年には1329人とこの間に人口は顕著に増加している。この人口は 1226人を記録している1910年までほぼ保持された。人口は再び定常期に入った。人口が一定なのは大きな産業、工業がなかったことに起因している。実際、19世紀末まで住民の80%が農林業に従事していたのである。その後1925年までに1666人と増加し、 さらに1933年には1946人となっていた。1933年から1939年までの間には移住や200人を超えるユダヤ人の追放があったにもかかわらず人口が増加している。これは第三帝国の閉鎖経済化でボルケンカタンタンデンでの採掘が始まったためである。1939年には 人口は2101人となっていた。第二次世界大戦後には、旧ドイツ東部領土から追放された人々が多く、流入したため、1950年の人口は3706人まで増加した。その後は急速な人口増加が見られる。1955年から1965年までの間は、ドイツで最も出生率が高かった時代である。 さらに炭鉱やプレアグ発電所で働くゲスト労働者やその家族の流入が人口増加をもたらした。またバウナタールのフォルクスワーゲンカッセル工場の建設モボルケンの人口増加に寄与した。こうして、この町の人口は1961年には4334人、市町村合併前の最後の年である1970年には5130人となった。 その後市町村合併により人口は著しく増大した。人口増加は合併以降は2007年まで起こっていない。中核宿においてのみわずかな増加約2.8%が見られた。周辺宿はこの時期に最大44%の人口減少が起こったハールハウゼンでは約44%減少した。市内に点在する カッタン採掘と発電に関する記念碑ボルケナーでは19世紀末から1990年代まで、ヘッセンで最も重要なカッタン採掘が行われ、プロイッシャエレクトリジタッツ AG が建設、運営する、マインベーザー大発電所で電力を生産していた。最盛期には13の露天ホリコート6つのコ内ナー、ホリコがあった。露天ホリコは深さ150メートル。 港内堀港は170メートルに達した。しかし安価に採掘できる箇所の埋蔵量が底をついたこと、1988年6月1日に発生したシュトルツェンマフ派の炭鉱事故、1991年3月15日にボル、剣発電所が運転を停止したことにより、炭鉱の歴史は幕を閉じた。この経済上、景観上、心情的影響は長く残った。 これ以後旧葛丹校の再活用が議論されていた。21世紀になって、ボルケン湖水地方とヘッセン葛炭採掘博物館を、葛炭採掘と発電所の遺産で、ランドマークとなる体験型レジャー、博物館施設と位置づけている。ボルケンの市教会ボルケンでは、キリスト教は8世紀から信仰されている。聖母ニファテウスの追随者が、木造教会を建設し、 聖母マリアに剣道した。文献に記録されている最初の司祭は1231年のぼる県教屈期司祭、ハインリヒ修市である。この文書はハイナ修道院への10分の1税の譲渡と寄進について記したものである。この頃までには12世紀建造の剣道な教会があったはずである。この教会は1469年にヘッセン兄弟戦争で破壊されたが、 ボルケンの住民によって再建された。1841年にこの教会は取り壊され、新しい建物に建て替えられた。ただし現在は、プロテスタントの死教会となっている。ボルケンのキリスト教会は、ホムベルク教会会議の3年前にあたる1523年に、両方の宗教改革の決定に従って、プロテスタント化がなされていた。それから1861年に再び、 カトリックがボルケンに根付くまで300年以上が経過した。14世紀や15世紀にはすでに散発的ではあるが、ユダヤ教信者がボルケンに住んでいた。文献上の最初の記録は1596年である。1777年には7家族28人が住んでおり、固有のラビがいた。ユダヤ人社会は1854年には25家族120。 人となっていた。その職業は靴、靴や製本業者、肉や貿易商であった。1861年には164人、1895年には204人がこの組織に属した。ユダヤ人たちは1777年から学校を有しており、1823年にはボルケンのコミュニティが経営母体となっていた。その学校は、 現在のバーンホーフ通り84番とヒンターガス聖1番の借屋に設けられた。ユダヤ人学校は1845年には基礎家庭学校として認められた。1895年から1896年に新しい校舎がプフェルゲトレンケ12番に建設された。1934年国家社会主義者らがこのユダヤ人学校を閉鎖した。 1825年からは改築された納屋がシナゴーグとして利用されていた。この建物の建造年は不明である。この3階建ての木組建築には66席の男性席、34席の女性席が設けられた。このシナゴーグは1938年11月8日の夕方のユダヤ人排斥運動で NSTP の党員によって破壊された。ユダヤ人会は その後圧力を受け、旧シナゴーグとユダヤ人学校をボル、剣士に売却した。戦時中は倉庫として利用されていたシナゴーグは、終戦後に民間に売却され、1954年に家畜舎を作るために取り壊された。ボルケンの街の中心部近くのヤーン通りと大ヒガルテンベクの角にユダヤ人墓地がある。1933年1月1日の時点でボル、 県に会社、または財産を有していた44家族のユダヤ人の、うち第二次世界大戦終戦後に行方が分かっているのは6人だけであった。若い住民は強制収容所で殺害された。これは、下下下っポの勤務記録から判明した。1937年9月30日の時点では、ボルケンにまだ60人のユダヤ教信者が住んでいた。しかし、 1942年8月25日にはユダヤ教信者はわずか3人になっていた。彼らは1942年9月7日にカッセルへ連行され、北ヘッセンの各地から連行された他のユダヤ人らと、主に特別列車でテレージエンシュタット強制収容所へ送られた。ナチスによるユダヤ人犠牲者のリストはドイツ連邦公文書館で閲覧できる。ボルケン市内には ユダヤ教信者にちなんだ地名が二つある。南東部にあるユーデンヘッケとユーデンガルテンがそれである。ボルケン市議会は37議席からなる。この議席数はヘッセン統計局が交付する2011年3月27日の地方選挙のための基準人口に基づいて決められている。第二次世界大戦後、ボルケンでは4人が市長を務めた。 1254年以降、印象や紋章はボルケン家と直接関連付けられていた。最初の印象は、ボルペルとフォンボルケンの紋章に由来するもので、その周りをシジェル・バルプタイでバーキンという文言が取り囲むものであった。1431年になって、初めて白地に赤色のヘッセンの獅子をデザインした師章が現れる。白地はしばしば銀地に置き換えられ、 装飾された。銀字は酸化によって青みを帯びる。このため、1605年に刊行されたジープマヒャーの紋章本では、ボルケンの紋章について、青字に、ヘッセンの獅子で表現されている。紋章は1681年頃変化した。赤一色であった獅子が、青字に、赤と白のストライプに変更された。 ボルケン氏はこの紋章を1950年頃まで使用していた。1950年代半ばにこの紋章はヘッセン州の要請を受けて変更された。下の図に示した通り、両者の紋章は多くの点で極めて似ていたためである。これを受けて、白地に6つの突起を持つ白い星型を肩につけた赤い獅子に変更された。白い星は、 水源範囲家の紋章から取られたもので、ブラウンシュバイクの師匠と区別するために付けられた。1960年代からボルケンとその地区となった旧町村はヨーロッパ諸国の町と姉妹都市協定を結んでいる。ボルケン市は1964年からフランスのマチメルの首優と姉妹都市協定を締結している。この姉妹協定により、両自治体は ドイツ・フランス文化財団から姉妹都市の模範例として賞を受けた。1999年に、両自治体は欧州議会からヨーロッパ賞を受賞した。サラニーボル、ケン氏はヨーロッパ姉妹都市国際共同研究所からヨーロッパメダルを授与された。1966年、当時独立した町村であったクライネングリスは、 カントンエルスランジュの町をクールイコール群れのサンシャルル、集落と独仏姉妹自治体協定を結んだ。1969年には、やはり当時独立した町村であったグローセネングリスが、フランスの町の愛ユと姉妹自治体協定を結んだ。1989年にボル、県市は、オーストリアの町ヒュットシュラークと独王姉妹都市協定を締結した。東西ドイツ統一に伴い、 市議会は旧東ドイツの町との姉妹都市協定締結を決退した。1991年2月10日、ザクセンワンハルト州ブルゲンラント郡の都市、トイヒエルンとの姉妹都市協定が結ばれた。ボルケン市の最も新しい姉妹都市協定は2001年にポーランドのワルシャー近郊に位置するイザベリンとの姉妹協定である。メルは2010年からこの姉妹都市協定に参加し、 現在は三者協定となっている。ヘッセン活炭採掘博物館、ボルケン1992年に設立されたヘッセン活炭採掘博物館は、工業文化の発見、地域の変遷を知るという主題のもと、炭鉱やエネルギー生産に関する数多くの品が収蔵されており、見学者に展示されている。ここでは、活炭原石の地下や地上での採掘の様子や、その利用、 炭鉱跡地の様子を中心に展示している。見学者は、以下の4つのエリアを見学できる。採掘の歴史展示は、旧市街にある1473年に建設された、ボルケン市で最も古い建物アム・ワムツゲリヒト内に、ある。テーマパークコラエネルギーとこれに隣接する、ボルケナーコ自然保護情報センターは、市の入り口にあたるアムフライリヒトムゼウムにある。 旧市庁舎旧市庁舎は1611年に木組建築として建設された。1777年にこの建物はボル、県市が獲得し、1920年まで市庁舎として用いていた。さらに、市立貯蓄銀行が創立された1859年からこの建物で営業していた。1920年に民間に売却された後は、肉屋、レストラン、 住居として利用された。ボルケン氏はこの建物を1993年に買い戻し、2009年に再オープンした。プロテスタントの死教会現在の死教会の場所には、12世紀の初めからすでに教会が建っていた。最初の教会は、ヘッセン兄弟戦争で一部が破壊され、1469年に改築された。30年戦争でも教会は破壊され、 修復が必要であった。1676年からはプロテスタント市教会にオルガンが設置された。このオルガンは早くも1699年には修復された。しかし、1760年にボールドの損壊を引き起こし、1767年にもオルガンに大きな故障が起こった。教会党は1684年から1686年に 新設され、1788年に修復された。1812年に、教会棟は死亡事故に責任があるとされた。棟の前に16歳の少年を痛む石が置かれた。頻繁な修復と死亡事故から、教会組織は新たな建物の建設構想を提案した。だが、教会が取り壊されたのは1841年であった。三つの鐘、木造の公団、 祭壇の石、時計、オルガンはあらかじめ取り外され、一時的に保管された。1843年7月15日に新しい建物である現在の市教会が載っている組織が置かれた。建造費は1371ターラーであった。1844年に金が新しい教会棟に設置された。教会が性別され、本来の用途に供されたのは、 1845年11月23日であった。オルガンは1846年に再び設置された。この教会内には1100年に作られた荒いライがある。この荒いライは古い教会を解体した際、1842年に7ターラーで売却され、最初は泉の水盤として最後には会話受けとして利用された。 1945年に再びプロテスタント教会の所有となり、1973年に修復され、1973年11月4日に教会に設置された。屋根の小屋組修繕に伴って、2010年にハグの十字架が取り外され、金箔を押された後、2010年10月30日に、荘厳な儀式の中、元の位置に設置された。 旧マインベーザー大発電所、マインベーザー大発電所、マインベーザー大発電所は工業建築家、ベルナー・イッセルとバルター・クリンゲンベルクの設計に基づき、1922年から1923年,19年にグアークシャフト・グロスクラフトワーク・メインベイザー、AG が建設した。1927年にグアークシャフト・グロスクラフトワーク・メインベイザー、AG は、 プロイッシクラフトベルク・オバーウェサー AG 及び、グロスクラフトワーク・ハノーバー AG と合併し、プラシスケン・エレクトリジタッツ AG となり、この会社が1991年3月15日の停止まで、この発電所を運営した。1922、23年の建造以来、この発電所は絶えず拡張を続け、 発電量は1923年の 10MW から1964年には 356MW まで増強された。この発電量は1980年代の初めまで保持された。その後発電量は削減され、1991年には 60MW にまで減少した。この背景にはボルケナーカッタンタン,デンにおける酸質量の減少がある。 増築部分は発電所の停止後に解体され、解体で出た資材はゴムベート工の埋め立てに転用された。1920年代に建てられた発電所の建物は保護文化財に指定されている。個人投資家が現存する建物を買い取り、ここで定期的に飲みの位置を開催している。ボルケンの水道等水道等ボルケンの街の景観は目立つ象徴的建造物、 水道塔によって印象付けられる。水道塔はブルーメンハインのスポーツスタジアムの隣に立っている。塔が建つ場所の土地は海抜264メートル、塔の先端は309.5メートルである。したがって塔の高さは45.50メートルである。建設されたのは1969年8月から1971年5月であった。 塔体を固定するために2700立方メートルの玄武岩が切り出された。塔には1223立方メートルのコンクリートと126トンの鉄骨が使われている。建造費は約120万マルクであった。表面は2色の保護塗装がなされた打ちっぱなしコンクリートである。塔の軸部分は直径六メートル、高さ二点二五メートルの八階建てである。 塔の外側には階段が設けられている。階段の上には高さ4.10メートル、長さ25メートルの眺望回廊がある。ここからは市内や近隣市町村の良い眺望が開けている。眺望回廊の上が水槽部分で330立方メートルの水を蓄えられる。クライネングリスのカイザークロイツボルケンのクライネングリス地区にあるカイザークロイツは 15世紀の神聖ローマ帝国に、とって歴史的に重要な事件が起こったことの証拠である。この無名の彫刻が作成したゴシック様式の十字架の記念碑は、1400年6月5日のハインリヒホン・バルデック、フリードリヒホン・ヘルティングスハウゼン、ベルナー・フォン・ハンシュタイン、コンラート・フォン・ファルケンベルクによる、フリードリヒホン・ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク襲撃を記念したものである。 ビルヘルム・ディリッヒは1605年の著書、ヘッション・クローニカの中でこの十字架について記述している。これは、フランクフルト諸公会議での皇帝推挙に関する対立によるとされるが、一説には、ハインリヒ・ホンバルデックは、ブラウンシュバイクリュー・ネブルク港に10万マルクの借金があり、公やけを捉えようとしたのだという説もある。カッタン地のシュトッケラヒジングリーザー湖 ゴムベーター湖、ボルケナー湖自然保護区は観光に利用されている。水浴、水泳、潜水、ビーチバレー、サーフィン、アクアゴルフや保養、ワンデリング、自然観察などが楽しめる。ボルケンには数多くの年中行事がある。その主な開催場所はビュルガーハウスである。ビュルガーハウスビュルガーハウスでは数多くの催しが行われる。 1>, 1年の最初の日曜日には、ボルケンのニューイヤーコンサートが開催される。1月の最終金曜日は、ニューイヤーパーティーのために予約されている。復活祭の3週前の日曜日には、イースターマーケットが毎年開かれる。11月最初の日曜日は、ボルケンの工芸品マーケットである。ビュルガーハウスの1年最後のイベントは、第3アドベントの金曜日から日曜日まで開催される。 クリスマスマーケットである。テーマパークコラエネルギーヘッセン、活ン採掘博物館のテーマパークコラエネルギーのシーズン開幕祭は復活祭前最後の日曜日に開催される。シーズンの閉幕は10月の最終金曜日で、やはり式典が行われる。ボルケンの死祭ボールケンの市祭りは6月の第4週末に市内中心部で開催される。これは、 家族祭であり、乗り物のアトラクションや、音楽ライブ、子供のための演劇やバラエティ、見せ物小屋などがあり、日曜日でも店が開いている。ボルケンの郷土祭、ボールケンの郷土祭は、9月の第2週末に、市内中心部と、水道棟とブルーメンファインスタジアムとの間にある、祝祭広場で開催され、旧独立町村のシクトボル、県中各宿との連帯を図っている。 1975年に開催されたボルケン市の1200年祭が元となっている。シュバルムエーダーソーセージマーケット9月の最終日曜日に開催されるシュバルムエーダーソーセージマーケットは肉屋やソーセージ製造業者からの直接販売のマーケットである。アーレブルストは郷土料理として特別な地位を占めている。さらにワイン、発泡酒、 更新料などの出店も充実している。ボルケンは主に中小企業からなっている。主な産業分野は農業、小売業、サービス業、リサイクル業、銀行である。地元の銀行はボルケン市立貯蓄銀行ケとボル県ライ県アイ愛全銀行エッグである。これに加えてボルケンには大きな流通業者があり、自動車下請け業者の流通を請け負っている。 この他に EON ミットの配電施設がある。また、聖火業者牢でュア、GMBH の販売店が2カ所ある。ボルケン駅ボルケンの道路網は大部分が修道と群道からなっている。広域自動車網へは連邦道 B3 号線及び連邦アウトバーン A49 号線を経由する。連邦道 B3 号線はアウトバーン A49 号線のボルケン。 インターチェンジからケルステンハウゼンを通り、南西のマールブルク方面へ繋がっている。ボルケンインターチェンジからグーデンスベルク方面へ続く道路も、この地域では、習慣的に B3 号線と呼ばれている。ボルケンの公共交通機関は、北ヘッセン交通連盟によって運営されている。ボルケンとジングリス地区には、マインベーザー鉄道の駅がある。これ以外の地区及び隣接する。 市町村へは、バス路線でつながっている。ボルケンには、基礎家庭学校が2校と特別支援家庭を含む、共同型総合学校が1校ある。かつての養護学校タイヒガルテン州レは、2005、6年の、学年からグスタフ・ハイネマン州レの特別支援家庭、タイヒガルテンベク分校となった。ミッテルプンクト州レ・シュバルムブリック・クライネングリスは、クライネングリス、アルンスバッハ、 グローセネングリス、ケルステンハウゼン区の基礎家庭学校である。ボルケン、フロイデンタール、ゴムベート、デンドルフ、ナッセナーフルト、プファフェンハウゼン、ジングリス、シュトルツェンバッハ、トロッケナーフルトのための基礎家庭学校は、ボルケンのシューレアムドアである。この2校は、シュバルムエーダー軍北部学校連盟に加盟している。この学校連盟には、バートツベステンのアルテンブルクシューレ、 ノイエンタールツンマースローでのノイエンタールツンマースローで基礎家庭学校が属している。グスタフ・ハイネマンシューレ・ボルケンは共同型総合学校である。この学校には5クラス845人の生徒50人の教師がいる。この学校の経営者はシュバルムエーダー軍である。ボルケンの学生たちにはホムベルクの修立義ムナジウムやフリッツラーの修立義ムナジウムがある。 バーとツベステン王には、実家学校とギムナジウムを含む私立の CJD、ジャガンドドーフ、クリストファーチェル・オブラーフがあり、フリッツラーには、ウルスラ海付属学校フリッツラーがある。特に記載のない引用はドイツ語です。参考文献の項を含め、これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、ウェブで参照できないものは日本語版作成に際し、 直接参照してはおりません。ありがとうございます。